人目は倉内小春さん11歳、踊っているのは津軽よされ節です。倉内さんは2020年に行われた第50代手踊り名人決定戦組踊りの部で優勝経験のある実力者なんです。師匠の石川真紀子さんは学んだことをしっかり踊りで表現しようとして偉いとお話ししていましたよ。手踊りを始めたきっかけは家族がやっていて楽しそうだったからです。一番嬉しかったことは何ですか？踊りの大会で優勝したことです。はい、中塚さん、はい、ダンサーパフォーマーの中塚さんから見て、はい、小春さんいかがですか？いや、なんかすごい、なんかこうしなやかな中にもキレがあって、はい、独特の踊りですごく引き込まれますね。あの津軽手踊りはこう中腰になってつま先立ちという体勢を、体感がすごいですね。そうなんです、はい、やっぱりすごいのはパフォーマーの方から見てもいや、すごいと思います。あ、そうなんですね、はい、今11歳ということですから、これからが楽しみですよね。そうですね。続いては細越れなさん11歳です。踊っているのは南部手踊りの基本の動作が全て含まれている南部ジンクです。師匠の木村社中月見会佐々木由美子さんは勇気を振り絞って初めて一人で踊ってくれました。落ち着いた踊りで指先がとても綺麗で上手とお話ししていました。手踊りのどんなところが楽しいですか？綺麗な着物を着るところです。一番嬉しかったことは何ですか？お客さんたちが拍手をしてくれたことです。はい、片寄さん初めて一人で踊ってくれたということで、一人って緊張すると思うんですけど。いや、そうですよ ね、 ね、いやでもすごい素敵で、そのなんていうんですかね、なんかいい一歩になったんじゃないかなって伝わってきますよね。まあ、グループでね、みんなで踊るのも大切ですけれど、一人で踊ると一皮むけた気がしますよ ね、 ね、はい、こちらも11歳の方、レナさんでした。